よせいた、やはさへそれはへはたへそれYeah.
受けてみろ。やっ、それ。はあ。よっ。くらえ。それ。あれ、エルサだよな。あの人は誰だろう。エルサのお城の人が迎えに来たのかな。どう見ても迎えに来たって感じじゃないぞ。ミッキー。いや、ミニー追いかけよう。Yeah!
か？どうだ？お前、あなたたちに何かしてないだろうな。え？そう。ちょっと待ってよ。お前もエルサを探してるのか？うわあ。ちょ
待てって。俺たちもエルサを探してるんだ。悪者にさらわれたんだろ。きっとエルサを守りたかったんじゃないのかな。じゃあ俺たちと一緒に行くか。そうだ。だって俺たちもエルサを守りたい。同じだろ。エルサを探しに行こう。そうだ。誰とでも友達になれるのが空のいいところだね。まあね。ドナルド、グーフィー、置いてくぞ。待ってよ。やめろって。ほら、下ろせ。クリストフの声だ。お前はここでちょっと待ってて。一緒に行ったらクリストフが驚くから。ダメだ、スベン。城には戻らない。彼女は恋人といるんだ。クリストフ！ソラ！大丈夫だった？俺は平気だ。ソラたちも無事だったみたいだな。あれ？アナは一緒じゃないのか？アナは城に返したよ。ん？何かあったのか？アナはエルサの氷のかけらが心に刺さってしまったんだ。放っとくと永遠に凍りついてしまうんだそうだ。凍った心を溶かせるのは真実の愛だけらしい。だから恋人のハンスがいるアレンデールに返したんだ。え？クリストフは？え？どういう意味？え？クリストフはアナをどう思ってるの？俺は単なる道案内だよ。そうなんだ。俺はてっきり。お似合いだったよね。バクとフンジ。おじゃわわわわ。なんだ？アナ！エルサ！エルサがあそこにいるのか？
エルサとアナがあの城に。急ごう。吹雪が強くなってきた。寒いよ。気をつけて進もう。どこかに隠れられるところはないかな。ちょっと諦めよう、待て。ここなら飛ばされないね。よっしゃ。エルサが飛ぶ気持ちでやる。防いでくれてるよ。頑張って。よし、吹雪が止んだぞ。エルサとアナ、大丈夫かな。急ごう。エルサ、エルサ、アナ、ダメかな。わからない。わからないけどやるしかないんだ。アトリスを倒そう。
光よ。Yeah.
しよう。ラクシーヌ、想定外だけどこの世界には二人もいたわ。マルシャってやつもそうだし、お前たちは何がしたいんだよ。ああ、もうマルシャには会ってるのね。だったら話は早いじゃない。さっきも言ったけど、ニューセブンハートよ。あんたたちが仲間を七人揃えられなくても私たちの計画通り進めるための保険。他の世界の人たちを巻き込むな。ずいぶん男らしくなっちゃって、お姉さん嬉しいわ。でも巻き込みたくなかったらちゃんと7人の守護者を揃えることね。お前らこそ13人揃ったのか。王様からは1人足りてないって聞いてるぞ。もう揃ってるわよ。13の闇が揃った。光の守護者が7人揃わなければエルサとアナが危険に。大丈夫？二人は強いよ。僕たちも負けてられないね。そうだな、さっきの力があれば。アナ、エルサ、私を助けるためになんてことするの。大切な人だから。真実の愛が凍りついた心を溶かしたんだよ。愛は氷を溶かす愛。エルサ？そうよ、愛よ。
あ、遅くなってごめん。ううん、急に呼び戻してごめんね。13機関はもう13人揃ったって言ってた。鵜呑みにしていいのかな。俺たち何度か新しい13機関に会ったんだけど、あいつらニューセブンハートとか言っていろんな世界のお姫様を狙ってるみたいなんだ。うん、かつてのセブンプリンセスはすでにその力を別のものへと継承している。機関は継承された純粋な光の心の持ち主をニューセブンハートとして探しているようだ。カイリは誰にも力を継承してないからニューセブンハートなのか。そうなるね。でもキーブレードを持つ守護者として空と一緒に戦う道を選んだんだよ。そっか。ティアはまだ見つかってません。でもバニタスが言ってました、空の中にベントゥスの心があるって。賢者アンセムの記録にも記されていましたから確かな情報ですよ。それならベントゥスを助けられる。でもベントゥスの居場所はアクアにしかわからないんですよね。やはりまずはアクアを探さないと。俺が行くよ。いや、でも空は目覚めの力は取り戻したのか。いえ、多分まだです。その力なしで闇の世界に行くのは危険だ。でもなんで笑うんだよ。いや、やっぱりインシッド様が言ってた通りだから。空なら無謀に乗り込もうとするって。なんだよみんなも。空は俺とミッキーが闇の世界で苦戦したから心配してくれてるんだよな。まあありがとう。でもまずは目覚めの力を取り戻すんだ。闇の世界にはミッキーと俺で先に行ってるから後から追ってくれ。ああ、わかった。でも無理しないで、何かあったら呼んでくれよ。そうする。無理というか無茶ですけどね。イエンシッド様の言うことは聞かないのに、リクの言うことは聞くんだね。全部聞こえてるぞ。では引き続き空は力を取り戻すことに、王とリクはアクアの捜索に注力してくれ。はい。なぜ機関に戻った。かつての相棒に冷たいじゃない。それにしても新しいリーダーのおじいちゃん、なんで私たちみたいな裏切り者を仲間に招いたんだろうね。ゼアノートは中身に興味はない。我々を器としか思っていないからな。もともとの13機関の結成もゼアノートの器を13集めるためだった。ひどい。また乗っ取っちゃおうよ。いや、前も乗っ取れてないし、やめといた方がいいよ。なんであんたが。さっきマルちゃん言ってたじゃん、中身に興味はないって。
それにしてもあんたみたいな役立たず使うくらいだったら鍋でも器にした方がマシよ。いやいや、さすがに言い過ぎだって。俺だって本気出せばそこそこ強いし、まあできれば戦いたくないけど。あんたどこの世界にも行ってないでしょ。何がしたいのよ。だって俺補欠だもん。は？サイクスがビクセンも連れてきた。おそらくレプリカを使う気だ。また人形使うの？いやいや、それが今回はただの人形じゃないんだって。俺はレプリカの補欠なんだから。レプリカの補欠なんて、やっぱりあんたは役立たずじゃない。笑ってる。今回のレプリカはただの人形じゃない。忘却の城で使った陸レプリカは試作。その後もう一体、空の記憶から作られたレプリカは機関のメンバーとなった。そして今回のレプリカはさらに人間と等しいと聞く。完成はまだらしいがな。へえ。でも私、空たちに機関はもう13人揃ってるって言っちゃったよ。それはそれでいい。ゲッ、ゼムナス。こちらが13人揃ったと知れば、彼らも策を急ぎ、きっと準備は不十分となる。なるほど。でもさすがにこいつはないでしょ。ちょっと指ささないでよ。機関の結成ナンバー6まではもともと賢者アンセムの弟子。そこに7と8が加わり、13番目のロクサスはキーブレード使いだった。ではお前たち9から12の4名がなぜ選ばれたのか。強い心の持ち主だったからでしょ。いや、他の目的の達成のためだ。末席の私はまたのけ者かも。あんたもいるの？もうほとんど前と一緒じゃない。私はちゃんと任務についている。補欠ではない。聞いてたの？趣味悪いな。カードは後に出した方が優位だからな。任務ってまさか、シグバールの適当な噂しか情報がない謎の箱探しのこと？君に詳細を教える必要はない。それでゼムナス、他の目的とは？同窓会というわけでもなさそうだが。この4名の中にいる古のキーブレード使いを探すためだ。うん、あ、うん。